今朝のあの朝日新聞に先ほどもあの番組の中で紹介したんですけど、大スクープですねこれは。ね、福島第一原発の所員が待機命令に違反して撤退してたんでしょ。これだけど、まあだからやっぱり文書に残し、あの役人って必ず文書に残したがるんですよね。はい、つまり責任を曖昧したくないからね。はい、で必ず文書は漏れるんですどこかで。ウィキリークスなんかもそうですけども。かつてあのウォーターゲート事件といい、ペンタゴンペーパーといい、アメリカでも必ずメディアがどこかで入手してこうやって暴露するわけですけれども、はい、本当はこれはだから政府がちゃんと公開をしなきゃいけなかったものですよ。ですよね。でこれはですね、まあ、もう二重三重にもう突っ込みどころ満載なんですが、まあ、一つは僕はかねてから言ってるんですが、原発を運営するところっていうのはいろんな国でもね、必ずその軍とか公的機関がですね、はい、関与しています、はい、というのは、これは敵前逃亡ですから、言ってみたらここ逃げるというのは、敵前逃亡というのは軍隊は銃殺刑です。つまり自衛隊法でも、まあ、銃殺にはならないんですけど、はい、あのいざといって本当に動員されて戦争が始まったらですね、任務任地を離れてダメだよと決まってるわけ。つまり最低本当に国家の究極のですね、国民の生命財産を守る部署にいる人間っていうのは逃げちゃダメなんですよ。しかも待機命令が出てるのに関わらず避難してるんですよね、はい、これ。しかしあの東京電力っていうのは民間機関ですから、はい、法的にそれを拘束することはできないわけです。はあ。だから僕はずっと昔からもっとそういうところを本当に原発やっていくんだと、そういうところ縛りをつけないと大変だよと言ってるわけです。もっと言うんだったらずっと原発警備してるのは民間の警備会社ですからね。はい、銃も持ってないわけですよ。北朝鮮のテロリストじゃマシンが持ってきますよ。ずっと僕はどうするのって言って、全くその人本質の一つがこれあの暴露されたわけです。いくら吉田さんがですね、立派な人で、お前たちちゃんと持ち場にいろよって言ったって、はい、拘束力ないんだもん。せいぜいその会社の中の命令のあれで、将来ひょっとしたらクビになるかもしれないってぐらいのことでしょうよ。それ命の方が大事だから逃げますよ、そりゃ。そりゃそうですね。その自分も天秤にかけたんでしょうね、それぞれのね。で、650人がこれ逃げちゃったってことですよね。そうなんですよ。はい、だから、福島フィフティって言われた最後まで、あの残って頑張った人たちの美談だけが残ったけども、はい、その裏にはまあこれがあったということですよね。本当ですね。それともう一つこれ面白かったのが、この吉田所長から、はい、30時間ぐらい話を聞いてるわけですよね、はい、で朝日の記事、僕はこういうところにやっぱり注目するんですが、話を聞いてるのが出向していた検事って書いてあるんですよ。ほうほうほう、はいはい、つまり、立件するつもりだったんだな。はあ。だって僕言ってるでしょ、はい、石油コンビナートで爆発が起きても数日後には警察の捜査が入って、はい、業務上過失致死とかで必ず逮捕されるじゃないですか。なんでこんな日本国の国土の何割かを失うような大事故やらかして誰も逮捕者が出ないの。おかしいでしょ、はい、だけど反射神経としてやっぱり司法官僚はこれは大事件だと、はい、誰かが責任を取らなきゃいけないと思って、吉田さんの責任じゃないですよ。だけど吉田さんから聞いておくのが大事だということで、あの時期に30時間、しかも休息はわずか 1時間ちょい、大変な聴取やってるんですよ。はいはいはい。ということは反射神経的に司法官僚はこれはもう立件すると思って動いたのに、誰が止めたんですか、ね、確かにね。でなんで東電が生き残ってるんですか、なんで原発再稼働するんですか。ここが大問題なんですよ。で前政権のこれは大失点ですよ、これ隠してたってことが。だったら政権交代がしたら、今の自民党政権はこれを暴露すればもう民主党はなんてもう地上から消えますよ。それなのにそれをやらずに朝日新聞はこうやって抜くわけでしょ。ということは連綿と続いているその地下水脈のこの国を誰が本当に運営しているのかっていうそのいやらしさを我々はここから読み取らなきゃいけないわけですよ。なんか左翼みたいなこと言ってますね。でも怖いでしょ。いやでも本当そうですよね。なんかまあでもなんかそうですね。怖いでしょ。なんでこんなものが朝日でもこれだからぬるいんですよ。もっとそこ突っ込んでいかないと、誰がこれを隠していたのか。あ、もし日本のが民主国家だったら今開いてる国会でこれはもう今日から大問題にならなきゃダメですよ。だから東電が命令違反による現場離脱3年以上伏せてきたって言うんですけども、東電だけの問題じゃないってことですよこれね。いや政府が聞いてんだから、ね、政府が伏せてきたわけでしょ。ですよね。だから菅直とか何からですね、細野豪志からあの時の関係者全部今証人喚問するべきでしょう国会は。
あんたたち何黙ってたのって、うん、何が反原発ですか、官は、わわわわ、デモとかに加わりやがって、自分がこれ捨ててたわけじゃないか、自分の政権の時に。だからまあ、そういうところまで、これ、この今日の記事をきっかけに、話が進んでいく可能性もこれあるってことですね。いかないですよね、日本の大マスコミは。いかないですかね。だからこうやっていつも、この間の、先週話したことも、なんか、おいしんぼの話もなんかネット上で大騒ぎになってますけれども、はいはい、こうやってささやかに私は博多から出る電波でだけ喋ってるんだけども、最近だけど、やっぱり人の音に口に戸は立てられないっていうか、こうやってここで喋ってることでも、はい、あっという間にやっぱりウェブやなんかで広がって、みんなが話題にしてくれるから、はい、いやそういう意味ではいい時代になったなと。まあ、思いますけどね。これはだから 大事件です、これは。ですから、まあ、今後、この今日朝日新聞が出た記事を踏まえて、まあ、朝日新聞も当然これ継続してやっていくんでしょうけども、それ以外のところのマスコミがどういうふうなこれ対応していくかっていうのも大事なのかもしれないですね。黙殺するでしょうね。黙殺しますかね。はい。見ててごらん。黙殺すると思うよ。国会でも問題もならないと思うよ。そうですか。うん。そういう残念。